お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュラリーやっていくんですけど、今日ですねこちら皆さん大好きってこやこやでやっていきたいと思います。エリバババージョンというわけで、まあ、ちょっと前に流行ってたやつなんですけど、まあ、最近はねこのスケンの枠がムートだったり、まあメガナイトだったりとか、まあ、いろんなことがあるんですけど、今使うこやこやはこちらエリババ型ですね。というのもですね、エリババ今強いです。てか別に弱くはなかったんですよね。その最近使われてなかったんですけど、最強エリババが結構ピーク、最強クラスに強くて、けどそこでゴブドリが流行ったんですよ。エリババメタのゴブドリ、そしてまあバルキリスケボンバーとか入ってる、まあ高回転ゴブドリですね、まあ、それが流行ったせいでエリババがね急激に減ったんですけど、エリババ自体は別に下放されたわけではなかったので、まあそのメタのねゴブドリとかボンバーとかその辺が下放されたことによって、もうエリババが今生き生きしてます。はい、いろんなデッキに入ってきましたね。スパーキーエリババヒースピデッキ、ロイジャイエリババヒースピ、ゴレエリババヒースピ、まあ基本的にヒースピとよくセットになってるんですけど、まああとはこのコヤコヤだったりロイホグだったりホグだったり、まあいろんなところで使われてるねエリババコヤコヤ、今日はねやっていきたいと思います。さあやっていきます。なんか久々にコヤを使う気がしますね。でまあなんかスケの枠はね、ほんとムート型もちょっといるんですけど、結局なんか高回転でねユニット出せればその分小屋たくさん置けるし、その分空もね出せるしみたいな、やっぱちょっとね高回転にするだけで安定感が増しますね。さあベビードラ、いやこれね小屋ちょっとねあんまダメージ受けなくなかったんでちょっと高めに、ね、出しちゃったな。さあポイズン、いや珍しい、ホバベビーポイズン、そんなデッキ知らないななんだそんなデッキあんまね身に覚えがない、なんだ。まあ、ポイズン使ったからね、小屋生きてもらって。いや、スケラにホバまんま入らないしな。ほっ、ん？マジでなんだろうね。さあ、豚出しながらの。いや、まあ、スケラっぽいんだよね。スケラか、ラバポイズン。二択っすよね。いやー、多分そう、他が考えられねえな。さあ、小屋置いていきましょう。もう、たくさん小屋ね。来るゲーですね。さあ相手スケルトンレッシュですね。ホバリング入ってるのはちょっと珍しいですね。さあここはねしっかり遅れてねウッドで守れるでしょう。ホバナイス、ちょっかいで回せなくないんですけど今、まあ、いやいいね、これ相手がスケラポイズンなので結構いいんじゃないでしょうか。であんまね高くやるとベビドラでねまたいじめられちゃうので、これが気持ち程度低めにね。さあ、いや小屋も無限ですよ。で相手はねスケルトンラッシュ打っても僕マザネクいるんでね、もうここからマザネクあんま咲かないで、あとはねまあ小屋置きまくる、無理に攻めないことかな。まあ多分カウンターでワンパンできるクラスだと思うんですよ。まあできなくてもね地道に与えられるんで、でいやこれはねホバからいくか。このポイズン削りがまあ唯一のっていうか普通に嫌ですね僕は。そう、ただただ一生ポイズン打たれる。今の環境ポイズンまあいないことはないけどあんまいないんでね、ちょっとレアっていう。さあマザネクも一応今相手がポイズン使ったから強いんだけど、今回相手がオリバルキリーで陸がねそう地面に強いんですよ。だからエリババタルマってね、なんか陸が結構固めなのでエリババがねなんかさあむずい、これは縛ってますね、縛ってるからまあちょっと適当にねあんまユニット出しちゃうとホバとかポイズン打たれちゃうんでね。でこれ両サイかな、なんか片サイドさきつくね。ねもう陸めっちゃ硬いんですよね。そう陸カタカタスキラみたいな引いたっすね。さあ両サイちょっとねちょっかい出していこう。相手はもうスケルトンなし打てないですね、正直打てません、一発も打てないので。じゃあどうやったら俺が負けるのかっていうのが、まあ、このタイブレイクをねやっぱ利用されちゃいますよね。もう一生ポイズン削りみたいな。うんでここを延命してあげると多分熱いんじゃない、いや多分ちょっと熱いんじゃない、いや思ったより熱くねえな全なんかあれって。まあ小屋置きながら、いやこれさダメージ逆転できんのかな、いや頼むよ、いやマジで小屋ゲーなんだよな。一生小屋置いて左側ダメージ追いついてきましたね。本当に見てる側くっそ地味かもしれん。でもね、こっちめっちゃ今集中してんの。ちょっと勝ちたいからね。そう。ちょっとごめんね。で、いや、これ、まあ、ポイズン打たれるかもしれないんですけど、まあ、もう一周回そうぜって。そう。もう一周回そうぜって。
いや、いいね。いや、いいね。いいよ、これ。この圧ね。ユニットの圧よ。いやー、いいポイズン。ホバが溺れる。いや、溺れた。さあさあさあ、溺れちまった。で、まあ、これ、エリバブクルーで、俺もウッド削りかな、もしかしたら。ウッド早場削り。これ、マジで負けるかもしれんな。本当に笑えん。笑えんというか、なんか、これで負けたら、なんかさ、負けた感しないし、勝った感もないよな。なんなんだ、この試合はっていう。さあ。まあまあ、一緒に持って、相手スケートフラッシュ打てないもんな。いや、で、相手はもうね、左ダメージ受けるね。だから、ユニット出さなくなったっすね。さあ、エリババ出してあげるか。ウッド削り、いや、マジ、ウッド削りって何や、これ。地味すぎるよな、マジで。いや、オーブン行く。いや、オーブンいて、いや、そのポイズンいてえな。これ、攻めながら打つか、ワンチャン。ありだな。ダメージさ、もう入んなすぎるから、スメファイブ打っていいな。で、相手が、絶対スケル打ってくる。さあ、打ってくる。で、もうセミファイブっすね。いや、なんや、この試合。ちょっと待って、待って、待って。なんや、この試合。頼む、頼む、頼む。もう、うん、勝った勝った、よかったけど、なんや、この試合っていう。もう、お互いダメージが通んないからこその、なんか、地味な試合だったんですけど、まあ、こういう試合もね、まあ、あるんだよっていうのをね、ちょっと知っとってもいいかもしれないですね。さあ、よろしく。あ、待って、ちなみに相手トロ100ぐらい高えから、これちょっと勝ったら美味しいっすね。まあ、とりあえず小屋置いていきましょうかね。まあ、小屋基本的にやっぱ地味なね、試合になるんで、しょうがないっすね。で、言うのか。言うの。で、ポイズンでしょ。珍しいっすよね。ペッカかな、ポイズンだし。多分、言うのポイズン、ペッカぐらいしかないと思うんだよな。さあ、相手は泣いてるが、多分、ペッコ、いや、ゴースト、そうっすね。さあ、ペッカ工場は、まあ、相性は、どうだろうな。ポイズンだから、まあ、小屋が残るのは残るし、まあ、逆に、あ、違う、小屋がね、残らないんですよ。だから、それは嫌だし、まあ、でも、逆にポイズンだからこそ、このホバとかが生きるっていうのもあるし、いや、どうだろうな、これ。これ、ザップ打たれたでいいんで、よいしょ、逆サイ守って、これ、相手、逆にやったっすね。結構なアドな気がする。いやー、その3が5つで。いや、3が5か。マジアチャー引退したんすかね、ペッカ。さあ、そこそこに入る。これ、スケがね、いい位置に出さないと。まあ、舞台になるから大丈夫かな。おい、もうスケがね、マザネクの前に出すだろっていう。読みザップが来てますね。怖い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 。もうなんか、どこに読みザップ来んだろうっていうね。もう絶対来るんですよ。そう。まあ、逆にね、アドになるのはなるんで、まあいいんですけど。さあ、オーブン置いて、まあゴースト置きがちょっとめんどいかな、俺。これウッドで多分、オーブンの方に無理やりやっていける。で、ここでザップ打たれるとちょっと怖いけど、今ザップないんでね。いや、これ、地味に嫌だな。さあ、これ U の端前来たら、ちょっとやばいけど。まあまあまあ、いいか。で、ポイズンね。ポイズンな。あ、でもいい。ポイズンに溺れないやりこぶ。さあ、ホバ出してあげて、まあ、ホバ無双かな。僕はホバ無双と、まあ、小屋はあんま生きないけど、みたいな。まあ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 。さあ、どうしようかな。暇だな。小屋、どこに置こうかな。左側一応、なんか、ダメージ削られてるんで、まあ、右にしますね。さあ、ケツペック来た。まあ、こっからはもう、おいや、フェイスピ飛んだの強っ。こっからはもうね、相手が今ね、これ、ポイズン使ったので、もう無双ですよ。ホバ無双だし、マザネク無双だし、みたいな。なんならもう一周僕ね、小屋回してあげてね。さあ、あれ、エリババで守れるんでね。3が5。いや、その位置は。さあ、エリババ最強。エリババ最強マンジー。いや、マジで。で、この辺ね、ちょっと、マザネクぐらい出しといてあげてね。いやー、相手も分かってますね。そう簡単には出してくれんと。さあ、ここでね、ホーバリング飛ばしてあげて。いや、これね、相手ポイズンだからきっついの。いや、もう、オーブンがなんかめっちゃ生き生きしてる。さあ、これオーブン置きながらの、みたいな。もう一生小屋置いてあげてね。しかもゴーストが散歩してる。そんなお散歩の仕方あんま見んよ。いいね、いいね、いいね。いや、なんか、ね、性格悪くなりそうだな、小屋。元のね、悪さがちょっと出てるかもしれないんですけど。いや、小屋ね、格上に使われた時マジでね、吐けそうとか、もうどうにもできないですよね。いや、もう、そんな無理やんけってなるぐらいきついじゃないですか。それをね、まあ、同レベルでもやっぱ普通にやられると、ね、ふざけんなよってなるんですよね、ちょっと。
ついっすよね。ファイバーちょっと取っとくか。相手ポイズン使った。これさすがに左サイドブッ、右サイドブッパかな。さあ、いや、うまいね。3が5の使い方がうまい。よいしょ。で、陸行きはね、もう五分小屋でね。いや、五分小屋とこのマサミクで受けれるからな。いや、これもう相手ね、慣れますよね。もうふざけんなよって、なんか別のゲームやってんのかっていうぐらい。いや、さすがに切れるだろうな、これ。僕どうやったら負けるだろうな。まあ調子乗ってるんで今結構調子乗ってるんでまあこっからなんか変なことすれば。さあ、こういうペッカ端前とか来たんでね、これもちょっと気をつけながらね、しっかり受けていかないと。で、小屋小屋ね、うわ、いいポイズンだ。しっかりちょっとね、距離を空けたところに、お、うまい、それはうまいね。さあ、うまいぞ、対戦相手がうまい。まあでもこれは今ザップ使ったから呼んであげて。いや、うまい。ちょっと待ってよ、汗。普通にね、普通に追いつかれて。いや、でも、いや、でも強い。そう、うまいぞ。対戦相手爆うまいぞ。まあ、ファイボー。あ、でも、タイブレイク、時間がね、やっぱクララにあった。さあ、これはもうエリババ最強。いや、エリババも結構強いですからね、ペカゲに。いや、これはもう相手もね、にっこりですよ。もう、笑顔。え、にっこりしすぎて。あ、顔緑になっちゃってんじゃん。GG ですね。ありがとうございます。まあ、スケーになってるからね、こういうのも戦いやすいっすね。さあ、まあ、ファイボポイズン枯渇要素といいますか。まあ、マザネクホバでファイボ枯渇。で、オーブンゴブグアで、まあ、ポイズン枯渇の要素入ってますから、よいしょ。さあ。まあ、相手がね、ファイボポイズン持ってるぐらいだと負けないっすよね。まあ、だから、クエイクっすよね。結局、クエイク相手が一番きつい。クエイクを引かなければみたいなデッキではあるですね。引かなければもうある程度には戦えるね、デッキだけど。おー、さあ、うわ、すげえな、なんかめっちゃ来たぞ。これ大丈夫か俺。まあ、ファイボ来ない読みの、いや、エリババがやっぱ強いんですよね今。もうエリババがね、いや、でもまあカウンター舞台なれ、ナイス。そこそこなカウンターにならねえかな。一応相手ザップ使ってんだけど、ファイザップかな。いや、マザネク、うん、マザネク、いや、そっちじゃねえ、やべえ。ウィザードをさ、ノックバックして手前にね、刺して、マザネクが攻撃するようなファイブにすればよかったっすね。奥にやるような。もう何も考えずになっちゃったな。さあ、ジャイースパーエリババウィザード。一枚ないかい。いや、まあ、こういうデッキはね、マジで強いんだよね。いや、いい。オーブンさ、もう一発出ねえかな。出るんじゃね、出るの早くなったよな、君。うい、いいね。いや、スキーいらんかった。さあ、エリーババが、スパーキーはね、まあ、正直、マザネコ生贄にすればみたいなとこあるんだね。よしよしよし。いや、生贄ね。いや、しかも豚が出てくる。いや、いいね。さあ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 さ、いや、でも小屋もマザネクも行かれるとね、普通にジャイが、まあまあジャイがエリーババでみたいなね。いや、いけるぞ、これは。いけるぞ、この1300を守りたいね。相手のスペルが一応今んとこザップで、他ちょっとわかんねえな、なんかあったっけ。うわ、最悪だ、流れが。エイバー来んのかな、これ。いや、ウィザードが来んのか。早く打つか、早く打っていい、いいな、これ打ってよくて。よしよし。いや、これなんか来たらやだ、来たらやばい。うわ、マジか。いや、いい。いや、いい。うっとする勇気を。スケでいいか悩んだんですけどね。さあ、小屋置いて、祈りましょうかね。もう、ここから俺のターンじゃない？ああ、まあ、相手のターンでもあるか。さあ、来るぞ。ジャイが。あ、そっちに来るか。これ、早めに溶かしたいけどな。ウィザードが、ガゴムルもいるもんな。いろいろいるもんな、相手。俺の相手。うん。さあ、ちょっとエリババセパしちゃって。あえてこのマザネクサタがきついね。気づいちゃったね。いいね。うわ、やばい、待って。ちょっと焦る。焦るね、なんか。そういうトレーニングされるとね、こっちもちょっとビクってなっちゃう。いや、これ、なんか、あえていろんな攻め方あるね。ね、エリババは逆サイド来ると思いきや来ないし、みたいな。いや、来るんかい、みたいな。ちょっと怖いけど、まあ、一生小屋置いてね。俺はもう小屋最強なんでね。トルネズアップでしたね。いや、これオーブン壊れるとさ、ジャイが止まんないかもしれない。いや、これちょっとむずいぞ、防衛。
よいしょ。ちょっとむずい、ちょっとむずいね、ちょっとだけね。ちょっとで、ガゴ漏れ系か。左相手守りたいよね。でも右もね、そう、しっかり守ってもらっていいかな。これ小屋だけでいけるっしょ。オッケーオッケー。俺がね、防衛してる間に、右側を小屋がね、やってくれてる。熱い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 、めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入るよ。ウィザードで、まあまあ、ウィザードつけたいでしょ、相手はもう。つけたくてたまらんが。そっちに咲いた。え、これ左サイドに来ますね。絶対なんか、絶対来るぞ。絶対来る気配はするが来ない。いや、来ないんかい。マジで。いや、これ大丈夫よ。さすがに突破されない。ウィザード範囲痛い。いや、マジで小屋なんかね、なんかすげえ、しょうもない試合だなーって思われるかもしれないんですけど、小屋側もね、頑張って家建ててんすよ。家建てるって。さあ、ハイボ。ウッド。で、オーブンがね。いやーもう小物系には強いよね。でもあとちょっとがさ、なかなか削れないんだよね、さっきから。いや、俺このさ、小屋マジで何も考えずに置いちゃった。さて、やばい。ファイボでちょっと溶けてもらって。よしよし。あぶね、待って、あぶね、あぶね、マジで、マジで、あぶね。ざっぱり焼いて。あぶね。いや、マジでさ、なんか、おぉ、なんでまあ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 、相手がやっぱね、ファイボ系ないっていうのが、マジででかいね。ザップだけで、ディガーとかもなかったんで、無限に声が立つ。こりゃ地獄ないっすもう今みたいなね、相手のこう、デッキ行きたいっすよね。ザップだけとか、ウッドだけとか、雪だけとか、マジ無双するっすよね。まあ、ですが今回、アウプリップって書いてんで、もう枯渇っちゃうんすね。で、まあ、枯渇は、どうだろうな。ああ、吹き矢型ね。吹き矢型。まあ、悪いわけではないけどね。別に。そんなすごい相性嫌だってわけではないけど。まあ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 。まあまあ、痛いね。痛いね、思ってる。プリンス型ですね。まあ、スケあるし、みたいな。あれ？ダークプリ型？わかんねえな。プリプリなのかな。なんか、ゴブドリが流行ってた時に、プリプリ型のアウプリとか見たんですけど、まあ今、プリプリいないしなとか思いながら。さ、ファイブ打っちゃうか。めんどくさいよね。アウトローもなんか、別にそんな強いわけじゃないけど、なんか使われると嫌だよね。さ、プリン。あれ、ウッド使いたくないっすね。後からオーブンとかでいいんじゃない？これ、オーブン気づいた俺。あの子にやられるっすね。吹き矢。吹き矢ちゃんに。これさ、残るよね。うん。よいしょ。まあだから小屋は、前に、ここに置いたら吹き矢にやられて、後ろに置いたらロケットにやられるんで、置く場所ねえじゃんって話ですよ、マジ。これロケ打ってくると思う、これ。2段。家2軒あったらロケ打つかな、さすがに。いや、2軒あっても打たないんかな。2軒じゃ打たんのか。3軒立てたら打つかな。何件で撃ってくるんだろうね。これ吹き矢が多分小屋攻撃するんですよね。いや、あいつ優秀すぎ。吹き矢ってあんな優秀だったっけ。俺の知ってる吹き矢じゃねえぞ、あれ。ね。さあ、ファイブ撃っちゃって。よいしょ。これ、ホバがね。いや、地味にいいね。まあ、相手がやっぱホバがきついっていうのがあるね。さあ、ちょっと待って。ウッドが回らん。危ねえ、危ねえ、危ねえ。いや、こっからななんか、ワンチャンロケ削りとかで負けそうっすね。ちょっとエリババでよかったな、これ、間違いなく。てか、プリンス、もしかして気づいた？入ってない説ある。これ。プリンスじゃなくてさ、もうダックプリなのかな？根本的に。なんかもう、元から？いや、やば、そういうことや。マジか。なんか、予想外すぎた。ね。マジか。え？ダックプリになってんだ。なんでダックプリになったんだろうね。ちょっと理由を知りたい。理由を知りたいけど、普通になんか、めんどくさいな、それ。ダークプリなの。さあ、もう、ぶっぱちょっとして。いや、なんか、下手くそぶっぱしたな、俺。そんなぶっぱじゃねえ。タワー落ちねえっすもんね。いてて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 。端前吹き焼けもあるしね。ロケもあるしね。さあ、ウッドで端前打っとろうかな。あ、痛い。ちょ、頑張って、マザーデック。舞台になって。ブータン。いや、相手もね、意外と小屋がね、やっぱ、相手も小屋うざくなってきてますから。お互いね。一応、始めプリンだけでちょっと考えて。さあ。
これウッド打っちゃうかな。ウッド打っちゃう俺ぐらいになると。さあで、エリババでね、もう、先に出しちゃう。いや、熱い。さあ、ロケ相手ロケ打ち、あ、ブリザールンかい。え、ここに来てプリンス、マジかよ。ね、びっくりだよ。もうみんなびっくり。え、あったんっていうね。マジで誰もがびっくり。ないと思ってたもん。正直、本当に。え、ちょっと待って。杖。あの子杖。ああ、吹きや。まあ、オーブンもちょっと頑張ってほしいな。うちのオーブンさ、もうちょっと頑張ってほしいかな。正直なところね。さ、アウトローがね、いや、これ、終わったっすね。なんか、ダクプリいるからさ、通んないっすね。びっくりしたんですけど。うん。いや、ファイブ当たるんだけど、ダクプリがね、普段だったら、なんだっけな。なんかね、違うっすよね。プリプリだ。さあ、これは惜しくも通らず。いや、小屋なんか増えたっすね。ね。小屋じゃねえ。ミスター、枯渇かな。なんか昨日とか一昨日ぐらいの動画も、なんか毎回小屋いる気がするわ。小屋じゃねえ。枯渇やな。小屋好きすぎん、俺。まあ、今みたいな、なんかエリババが腐るとね、それはそれで、あときついね。あと小屋が、なんだろう、プリンとか、フキアとか、すげえ、後ろユニット多めっていうのもね、厄介でしたね。さあ、とりあえず、声を言っていきましょうか。で、ビニー、この人なんかよくスパーキー使ってるイメージがあるね。そう、もうスパーキー、一生スパーキーの民だと思ってるけど、さあ、どうでしょうか。ロイジャイでした。ごめんなさい。本当にごめんなさい。で、ロイメガゴなんで、これもしかしたらね、いますよ。エリババが。エリババもいるかもしれないし、いたっすね。まあ、アザネクもいるかもしれない。いや、ヤリゴブリンの量が多いね。いや、これ、ヒースピー来るかな。あー、やっぱ来るっすね。さあ、ロイジャイ、エリババ、ヒースピーですね。このデッキも、まあ、なんか復活したっすね。エリババが入ってない、なんか、バージョンのロイジャイもありますし、まあ、ロイも、結局、カホ来なかったし、みたいな感じで、いや、来たな。来たけど強いんだ。バケモンじゃん。そう、ロイも、まあ、普通に強いっすね、今。さあ、小屋置いて、まあ、ロイ来たらエリババですもんね。いや、エリババいるから全然戦えると思うな、正直。そう。ロイジャイメタですからね、エリババって結構。まあ、一発入るものの、それ以上に左側のやりこぶ。あいつら優秀なんだね、みんな。あれ、エリババ?あれ?あいつ諦めたんじゃねこれ。コストがね。多分、やべ、あいつ小屋起きやがった。いけ、ロイジャイ行け。やべ、エリババ来た。待って。俺コストねえのに。やべって感じかな。相手の心の声。さあ、なんで、もう今きついんですよ。コースとか相手結構無理してたんで、さっきのでね、エリババが出てくるのが遅かったっていうので、まあ多分コースト無理してたんだろうっていうのがわかるので、もう早めにオーブンとかも置いてあげてね。精神的に破壊してきました、小屋でね。いや、これ、ゴタップなわけないもんな、まさかって。さあ、グッドゲームでございます。対戦ありがとうございました。はい、というわけで、まあ、基本的に本当小屋建てて、あと守るだけで、まあ、ある程度勝てると思いますので、ちょっと皆さんもね、ぜひこの小屋エリババ簡単ですので、よければ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。